違うなんで違う頼むよ。はい、ということですね、今回このドン鬼退治の予約特典としてこちら、じゃーん、見てこれ、はい、ギアがついてまいりました。こんな感じ、これ見えるかな、見えてるかな、はい、ということなんですけれども、ちょっとこれを開けていきたいと思います。これドン鬼退治のギアですよな、これは。よいしょ、はい、ドンブラスターにはこれに入れてちょっとどんな音がするのかやってみたいと思います。でもさ、これすごくない？今のさ、この時代にここに俺がいることがこれすごいと思うんだよね、本当に。もう色もめちゃめちゃ合ってるでしょ、ってこれね、ゴーンレッドだから、ドンブラスターインゴーンレッドってことですよ、これ。こうで、しかもここにもほら、こうやってすごいよね。時代がもう15年の時を経て、14年か、14年の時を経てこうやっているわけですよ。すごいですね、こうやって考えたら。はい、でこれにですね、ちょっと入れてみたい、このね、ドン鬼退治入れてみたらどうなるのか、ちょっとやってみたいと思います。はい、まあこれの動作だったらね、まあソウスケがやるんで、はい、今の変身ポーズやっていきたいと思います。いきます、みんな変身だ、オン。よし、おー、なるほど、ドンロボ太郎世界一ということなんですけれども、これが予約特典に入ってくると、まあそういうことでございます。まあかっこいいよ、これもだいぶね、ほら見て、これはこっちに見せた方がいいのかな、あ、これはこっちで、こっちでもいいか、こんな感じ、はい、いくよ、ちょっと俺のだから、もしかしたらあれが悪いのかもしれない、気持ちが届いてないかもしれない、このドン鬼退治に。もうちょっとその召喚するにあたってやっぱ気持ちって大事だから、ちょっと気持ちをこう、いでよドン鬼退治ってやるから、いくよ、いでよドン鬼退治、じゃん、怖い、違うお前じゃない、ドン、早くやればいいんじゃないですか、もっと早くか、最初の時だいぶ早くやる、やっぱ最初早くやるべきか、いいよ、はいはいはい、もうね、世界一は分かったのよ、世界一は分かったから、そう、確かに何言ったのね、だからこのドン、やっぱ鬼退治、ちょ、もう一回召喚します、ではいきます、いでよドン鬼退治、セット、あ、逆だった、くそ、間違えた、もう一回いきます、こう、ね、意外にでもこれセットしやすいから、よし、いくよ、いきますよ。だからこれね、なんで今こうやって向けないかって言ったら、こうやって向けちゃうと入れるとき、あ、でもいけるか、こうやって向けて、こうやって向けて、あ、まあ、むずいな、こっちの方がやりやすいんだけどね、こっちの方がやりやすいんだけど、でも変だもんね、オッケー、こう、こうで、こうね、うわ大変だな、まあ一回やってみるか、いきます、気を取り直してドン鬼退治召喚してみたいと思います、バッ、いでよドン鬼退治、チェン、なんでこれ奇跡の音声なんじゃないの、そして、難しいな、やっぱ速さなのかな、
ちこっちこっち、わかった、今の感じか。いや、気まぐれですね、なかなか。最後何て言ってました？いや、天が一じゃないよ。天が一って言ったわかんない。もう一回、ちょっとそれを聞くためにもう一回やりましょう。じゃあ、そしたらポン。でもね、これかっこいいね、あれ出し方わかりまして、そのポン。どう？どうだ？俺ね、5本とかでも、ちょっと5本撮ってもらっていいですか？中に道具とかでも、このね、リリースするときはみんなこうやっていちいちこうやってパカッて上げてこうやってやってたんだけど、俺だけはねちょっと違うんですよ。こうやってキュッてやるんですよ。パッてやってパッてやってこうやってやるんですよ。さすがだけど、まあ、今入ってるのはスピードルソールだけどね。そう、まあ、本当はねこれチェンジソールってやつを入れて、これリリースするときはこれパカッてこうやってやりながらヒュッて出してキュッてやってこうやってやる。そう、これをやってたんだけど、だこれ一連でやるとね結構ね大変なんですよ。パッてやってヒュッてやってかっこいいでしょ。こういうこと、いやこれもかっこよくできる。こうやってピョンピョンピョンって、そうかっこいい、こうピョンピョン、かっこいい。これこうちょっと教えたいね、ドンブラのみんなにも。こうやってピョンピョン、かっこよくない？それかどうだろう、ファッてやってピョンピョン、かっこよくない？いいじゃん、これいけるじゃん。そう、これか、これ簡単だから、これみんなもだからね、オリジナルのリリースの仕方をちょっとみたいな、もう目つぶってでもいける、これそうこういうことですよ。いやもうそれはいいんだけど、どうに大臣のこの声をね出したいわけ俺は。そう、どうに大臣のちょっと声を出させていただきたいと思います。召喚します。でやるときも本当はやりづらいんだけど、こうやって出してこうやりますから、できますよ。いきます、頼むよ、ちょっとお願いします、お願いします、頼むよ。いきます。あの昔さ、スーパーファミコンのさソフトがさうまくいかなって買った時にさってやったりとかしたでしょ。でも俺たちのところは入ってますかみたいな声をかけるんですよ。お願いしますみたいな、ついてくださいみたいな、そのパターンでいきますから、ついてください、どうに大臣お願いします。それでいきます。精神を統一いたしまして、もう一回こうね、はいこうね、はい、いきます。いでよ鬼大臣、じゃん。違う、もう一回いきます、いきます、いでよドン鬼大臣、違うもう一回いきます、いでよ鬼大臣、諦めないぞ俺は。ありがとうございます。もう一回いきますか、いきますよ、バッ、いでよ鬼大臣、はぁ、大合体、大合体、いよは銀河一って言った。うわー、ようやく出た。あ
これね、変身ってなかなかね体力が必要なんですよ。そもそもあんまり変身ねしちゃいけないんだけれども、今日はもうしょうがない。はい、でまあこんな感じです。皆さんいかがでしたでしょうかね。銀河一ね、天下一、そして世界一ね。まあ今のところまあそうやっていろんなね音声ありましたけれども、この予約特典のこのねドン鬼退陣のね、ギア、皆さんぜひ遊んでみてください。これはロボ太郎ギアドン鬼退陣でございます。ということで皆さんもぜひ遊んでみてください。以上、フラーレセッサ TV でした。いいよ、終わり。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。